ゴミ大作家福田さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はどういったお話をしていただけるんでしょうか。はい、本日お話しさせていただく内容ですが、3月中旬から後半になりますと引っ越しシーズンを迎え、毎年粗大ごみの受付件数が非常に多くなります。そこで粗大ごみの年度内処分についてお話ししたいと思います。はい、毎年増加しているということなんですが、現在の粗大ごみの申し込み状況はいかがでしょうか。はい、現在お申し込みしていただくと地域に違うんですけども、1週間か2週間ほどお待ちしていただきます。先ほど3月中旬から後半は引っ越しシーズンで多くなるということだったんですが、どのくらい多くなるんでしょうか。そうですね、粗大ごみの受付件数は毎年12月と年度末の3月の件数が他の月と比較して非常に多いんですね。で、1ヶ月から、1ヶ月以上お持ちしている地域も出てくると思います。なるほど。ということは粗大ごみを出す予定のある方は早めに申し込みを済まされた方がいいということなんでしょうか。はい、余裕を持ってお申し込みしていただければと思います。特に年度末は申し込みが多くなりますので、臨時収集として収集日を増やしたり、できるだけ年度内に収集できるように努めてまいりますが、年度内に処分をご希望の方はなるべく2月中にお申し込みください。また必要とする方に譲るとか手直しして再利用するなど、できるだけゴミにしない工夫もお願いいたします。そうですね、粗大ゴミを処分するにはどのような方法があるんでしょうか。粗大ゴミの処分は収集の場合は粗大ゴミ受付センターに申し込み、持ち込みの場合はゴミ対策課に申し込んでください。収集の申し込み、クリーンセンターへの持ち込みの両方ともご都合が悪い場合は収集運搬処理業者へ直接ご依頼ください。本日お話しさせていただいた内容などは調布市ゴミリサイクルカレンダーに記載しておりますのでご参照ください。はい、粗大ごみの収集の場合について教えていただけますか。はい、粗大ごみの処分については一品ごとに処理費用がかかります。粗大ごみを収集に伺う場合は粗大ごみ受付センターへ申し込みが必要となり、申し込みは先着順となります。引っ越しで排出日が確定している場合などは早めに申し込みをお願いします。排出場所については玄関先や敷地の入り口などの収集しやすい場所に、また集合住宅にお住まいの方はゴミ置き場や敷地内の指定された場所に出してください。また1世帯1日に収集する個数が10点までです。10点以上の申し込みをされる場合は収集日を振り分けてお申し込みください。はい、それでは粗大ごみ受付センターへの申し込み方法について教えてください。はい、粗大ごみ受付センターへの申し込みは電話とインターネットで受付しております。電話で申し込みの場合は月曜日から土曜日の午前8時から午後7時までの受付となります。申し込みの際に収集日及び各品物の処理料金の案内をします。またインターネットから申し込みは調布市ホームページのトップページのゴミリサイクルから随時申し込みができます。インターネットでの申し込みは申し込み内容を確認するため受付センターから電子メールが送信されます。内容を確認の上24時間以内にメール本文中にある URL から本申し込みを行ってください。インターネットから仮申し込みだけでは申し込みとなりませんのでご注意ください。特定廃棄物処理券は調布市内のスーパー、コンビニエンスストアなど調布市の指定収集袋を販売している取扱店で購入できます。はい、そして持ち込みの方法についても教えていただけますか。はい、調布市クリーンセンターへ直接お持ちいただくこともできます。その際も処理費用は収集に伺う場合と同じ料金がかかります。特定廃棄物処理券を貼ってお持ちください。またお持ち込みできる曜日と時間は平日の午前9時30分から11時30分まで、午後は1時30分から午後3時30分までとなっております。申し込みは持ち込み
を希望される前日までにゴミ対策課へ電話で予約をお願いいたします。ゴミ対策課福田さんにお話を伺いました。